お世話になります。ヒトリーでございます。鎧のことでダクマを逃がすとセリフが変わったりすると非常に話題になりましたよね。でダクマを逃がした後実際どういうセリフになるかというと、おいおいよ、手持ちにもボックスにもダクマがいないね。ダクマがいないと修行も意味がないけど本当に続けるかねと言われるんですよね。では手持ちにもボックスにもというなら預かり屋に預けておいたらどうなるのでしょうか。いない扱いされるのか、それともいないわけではないので預かり屋から引き出してこいと言われるのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、気になりすぎて眠れなくなりました。実際ガチで最近たった15分の昼寝で悪夢を見るようになっていて、多くの方も同じ状況だと思います。そんな眠れない方のために今回はダクマを預かり屋に預けておいたらマスタードのセリフはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまたね、マスタードに話しかけてダクマもらっていきましょう。もうこれ何度目だよって話なんですけどね、私も何回もやってそれほとんどレポート書いちゃってますから、また新たに進めてきましたよ。すげえめんどくさかったけど、そういうのをやるのがやっぱり YouTuber ですから。一応この前のヤドンのところとかもやってるわけですからね。結構これ地味に面倒ですよまあいいけど、それはもうこいつ見すぎてこいつのシーンだけでも視力 0.1 下がってるわ多分。はい、でこれでその子はまだ道場の外にあんま出たことないから、鎧島の景色がいいところ一緒に眺めればのやつに入るわけでございますね。はい、でそれでまずは通常の場合改めて確認していきましょうか。もううっせえや、黙れ。はい、ここで話しかけていきましょう。およよ、ヒトリーチンとダクマの今の関係はかもなく不可もなくって感じだねっていう感じで言われるわけですね。通常だったらこれを預かり屋に預けていきます。私これ一度預かり屋行ってみたんですけど、自分で歩きで行かなきゃいけないんですよね。今バッチゼロ個でやってるんで、この手動で戻るっていうね、まだアーマーガーのあの飛ぶやつも持ってないんで、まあひたすらこれ歩いて戻っていきましょう。結構時間がかかります。これ地味に行きましょう。もしようやく着きましたね。結構時間かかりましたけど、これ地味にバッチゼロ個でいけるって私知らなかったっすね。なのでこれ私にとっては意外な発見でしたわ。とりあえずまあいいですわ。それで預かり屋が来ましたと、それでワイルドエリア視点ですと、ふうに言われますから、これで預けていきます。もうできるんですね。じゃあここでダクマ預けていきましょうか。こいつを OK して、まああとヤドンとか適当に預けとこう。ミッキーだの1000円いただきます。いただけ。はい、ヤドンとダクマ預かりますね。預かってくださいということで、このまま戻っていきましょう。うわマジか、これ想定してなかったわ。戻るのもめんどくせえなこれ地味に。はい、ようやく着きましたと。これどうなるんでしょうかね。じゃあ気になるところ行きましょう。今手持ちにちゃんと確認しますと、ちゃんとこの通りいませんので、でボックスにもいませんので、これどうなるかね。はい、行きますよ。ていや、およよ、ダクマ預かり屋さんに預けてんのね。うわ、これ専用の来たよセリフ。君たちが仲良しちゃんかどうかダクマが帰ってきたら見せてね。あ、専用セリフ来た。マジかよ、あんじゃんこれ、やばマジか、すごっ。専用セリフでもう一回見てみましょうか。おいおいよ、ダクマ預かり屋さんに預けてるのね。君たちが仲良しちゃんかどうかはダクマが帰ってきたら見せてね。うわマジかよ、すごっ。これマジ DM くださった方のアイディア最高すぎだろこれ。え、マジで新しいの聞けたわ、すげえ。ガチかよ、すごすぎだろ。地味にこれあんまり発見されてないんじゃないですか。まあ他の方やってるかもしんないですけど。はい、じゃあこの後の様子も見たいので、とりあえずここでダクマを他のソフトに送っていきたいと思います。なのでまたあそこに預かり屋に行きましょう。地味な大変さというね。よし来ましたね。ここで引き取っていきましょう。引き取ると、ダクマ引き取っていきましょう。それで先のやつやっぱスキップしたいんでね、あそこやるのめんどくさいんで、まあ交換するっていう感じですかね。はい、それでやっていきましょう。お前ダクマ実験に使ってばかりでごめんよ、本当に許してくれ、それだけは本当にお前はかわいそう。はい、交換しましたと。はい、じゃあそしたらこれで進めていきたいと思います。なのでまたこれで戻んなきゃいけないという自転車もないんですよこれ、めちゃめちゃ大変だわ本当に。めんどくせえ、行きましょうとりあえず。はい、じゃあこれで進めていきましょう。一人一の手持ちにもボックスにもタマクマがいないね、修行の意味がないけど続けるかね。これでやってしまって、そうするとスキップできますから時短ですね、時短テクニック。はい、じゃあこれでどちらかの塔に行ったら逃がしてる扱いですから、また同じような反応が見れるわけですね。今回は別にそれが目的じゃないので、ここでまた通信交換をしてですね、ダクマを取り寄せたいと思います。インテレオン送って、はい、またダクマもうすり減っちゃうよ体が、こんな交換でシュン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 動いてたら。はい、これダクマもらっていきますと。はい、じゃあそしたらここから逃がした状態で塔に臨んだ時の反応はもうすでに見たことあると思いますので、預けてからね、どうなるか見ていきましょう。はい、また
預かり屋、こいつもなんて思ってんだろうな。また来ましたけど、これ預けましょう。はい、これでダックも預けて、はい、行きますよ。はい、500円あげていく。はい、じゃあこれでまた戻っていきますよ。すげえ作業だなこれ。うわ、まさかのファイトケーブ、ここ通れないっていうね。自転車なしじゃマジかよ。戻んなきゃいけねえじゃねえかよ。悪の塔行こうと思ったのに。そんなのありかよ。よし、いざ歩きで来ると結構遠いけど、ようやく到着しましたね。悪の塔をなんとか遠回りして到着しましたと。じゃあここで私今手持ちどうなってるかお見せしますと、はい、これでカジリガメ、ラビフットカメールのダークマンいない状態となっております。これで預かり屋に預けてる状態でね、話しかけてみたいと思います。なんつうんだろう。はい、まあこれが流れて、はい、じゃあ行きましょう。気になるな、ここどうなんだろう。うわ怖い。なんて言われるんだろう。師匠から聞いております。手持ちにもボックスにもダクマが見当たりませんが。あ、そういう風に言われんの今回は。え、本当にダクマ抜きで悪の塔に登りますか。え、あ、ここでは預かり屋判定はないんだ。ということで検証結果、ダクマを預かり屋に預けておいたら、マスタードのセリフは、およよ、ダクマ預かり屋さんに預けてるのね。君たちが仲良しちゃんかどうかはダクマが帰ってきたら見せてね、となるでした。私はこのアイデアを初めて DM で聞いた時、一応セリフ的に改めて考えてみると、手持ちにもボックスにもっていうことを言ってたんで、逃がした扱いみたいな感じになるのかなと思ったんですけど、まさかここで専用のセリフがあるとはマジで驚きました。わざわざダクマもらって、その後すぐに預かり屋に預けるという超ひねくれ者はあまりいないと思いますけど、そこまでケアしてるのはさすがゲームフリークさんですよね。今まで散々ポケモン大好きで、アルセウスのバグは暴くようないい意味でのイカレ野郎と出会ってきたので、ちゃんとこういうとこもねケアされているんだと思います。まあ、今回思ったのは、マスタードはいろいろな状況においてちゃんと的確に対応してくれるので、名前はマスタードですが辛くないよ、甘いよ。